フレンド163は第二次世界大戦前にメッサーシュミット社で製造された短距離偵察観測機である。一機のみが完成し飛行した。1935年秋に短距離偵察空中観測の任務におけるフィーゼラーファイ156の重要な潜在能力がドイツ航空省にファイ156を出し抜く性能を持った。 陸軍自家境の偵察機の要求仕様を出させた。要求仕様では、エンジンは、アルグスアズ10カヒルト HM508 を使用することが規定されており、狭い場所での運用と2名の搭乗員のできうる、限りの全方向への視界と幅広い速度域での飛行に重点が置かれていた。この要求で出来上がる機は、結果的に、 ファイ156と比較評価されることになった。ボーイフレンド163は、主翼前縁の自動スロット、二重、スロッテッドフラップ、異様に長い膠着装置を備えた支中で指示された、高翼単用の全金属製の機体というファイ156が、確立した様式を踏襲していた。この機体の最も興味深い機構は、シュゲタを軸に、 主翼全体の取り付け角が変えられることであり、このために主翼の支柱はボールジョイントで胴体に接合されており、主翼の動きに従って角度が変化した。アルグスアズ10エンジンを搭載したボーイフレンド 163V1 は1938年2月19日に初飛行を行いファイ156と似た性能特性を発揮したが、ファイ156に比べて より複雑で高価であった。試作2号機用の部品がいくつか製造されていたが、ボーイフレンド 163V には完成せず、本機の開発作業は、FI-156 があったためにそれ以上は進まなかった。非常に稀なことながら、航空省は、8から163という付与番号を後に再利用した。 これは、ナチスドイツ時代でも、わずかしかないうちの一例であった。その上さらに話を複雑にしているのは、同一番号をもらった新しい機種もまた、メッサーシュミット製の目163コメートロケット、推進迎撃戦闘機であったことだった。この2機種は頭につく略語で、区別できる。最初の方は、ボーイフレンド163で、後のが、目163である。 新しい、目という略語は、1938年7月に、ウィリー・メッサー・シュミット自身が会社を購入し、その名称が、バイエルン航空機製造から、メッサー・シュミット株式会社に正式に変更されて、以降に新しく設計された機種に付けられた。ありがとうございます。